狐が、先は、鎌倉時代に作られたとされる、日本刀である。日本の国宝に指定されており、山口県岩国市にある、公益財団法人吉川法、伊佐岡所蔵。狐が、先ためじとも呼ばれている。国宝指定名称はタチメイタメジ、立命ためじ。こしらえも、黒漆立ちこしらえの名称で、国宝の月として指定されている。平安時代末期から、 鎌倉時代初期に、微中にて活動した小青江派の投稿を、タメジにより制作された。青江派の刀剣中、最も保存状態の良い健全な作品として知られている。狐ヶ崎という名前は、1200年、駿河国期読み関にて発生した、御家人による、梶原景時に対する襲撃事件に際して、吉川智健がこの太ちを振るって、梶原景餅を打ち取り、 影時き始め、梶原一族を討伐した場所の地名が狐ヶ崎であったことに由来する。以後、吉川家の家宝として800年余りにわたって代々伝えられた。1933年1月23日には国宝保存法に基づく国宝に指定され、1951年6月9日には文化財保護法に基づく国宝に指定された。指定名称は、 立命とめじで黒漆立ちごしらえが月として指定されている。2010年時点では公益財団法人吉川法、伊佐岡井の所有で山口県岩国市の吉川資料館に保管されている。全長9 8 8トル元幅3 1トル先幅2 1トル重ね2分9輪、反り、 3 2 4センチメートルで腰反りが高い形。作り込みは、甲作りで、胸は、いお胸。喫先は、長さの詰まったイクビ喫先。長大な堂々たる立ち姿で、頭身の先幅が細くなる他の小青い派の立ちとはやや、雰囲気が異なる。おそらく正直頃のこの刀が、荒みのように保存されていることはけうで、出来も、常自作では一番である。本文で使用されている。 刀剣用語について、補足説明する。私鉄は正番面にもく交わり地に絵付き、腰肩に墨肌が現れ、乱れ移りが立っている。地肌のところどころに地形が浮かび上がり、地中の働きは活発。波紋の焼け出しは、白焼き込み。やや幅広の美しい中字下人に小乱、小みだれ、象徴時を交えたにげ出来の波紋である。帽子は焼け爪。 健全七生系で、茎尻は浅い栗尻と節の二つの表記がある。茎の反りは強く、ヤスリ目は大筋違いで、目くぎ穴は二つ。他の小青エ葉の立ち同様に、葉裏に銘があり、中ほどの胸寄りに、タメジと二次銘を切る。狐ヶ崎袋漆立ちごしらえに掲載されたもの、羊頭豪険な黒漆カバン立ちごしらえのこしらえが付属している。このこしは、 柄と鞘全体に薄いなめし皮を着せた上に黒漆が塗られ、柄には皮でひし巻きを施し、草花具は山金星で足かなものには竹の葉や節が浮き上がるように彫られている。地味ではあるが、実践用の外装で製作当時の姿を残した貴重な作品である。通常、実践用の刀装は使用される過程で損耗、損傷し、 補修を重ねながらたびたび作り直される上、戦乱が終わった後は、儀礼用の刀装に刀身を移し替えて破棄されてしまうことが多いため、刀身と同時に制作されて実践に用いられたものが、完全な形で刀身と揃って伝来することは、非常に珍しく、このこしらえは貴重な歴史資料である。ありがとうございます。